スプラトゥーン3発売日決定。いや9月、あれ9月、取りつかれてる、何かに取りつかれてるぞこいつ。9月9日かい。あれなんか待ってよ、どうしたんすか。夏って言ってなかった？あ、怒ってる怒ってる。あー、やばい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 。ねえ、あー、こういう人いるんだよな、やっぱ世の中に。ねえ、夏って、え、9月って夏って言うのねえ。ああ、いや、怖い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 。危ない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 。どうした？ツイッターにいる人になってました。あー、危ねえ。入ってくるから結構。いろんな情報がね。うん。気をつけてください。9日ですよ。はい、9月9日。9月9日ということで、まあちょっと、夏休み後だったね。そうだね。うん、うん、そう結構なんか予想では夏休みぐるくんのかなとかって話をしてましたけども、うん、夏休み終わってから9月9日いやーこれはマジ楽しみだね。やっぱね決まるとなんかもうその頭の中にプランできるよね。そう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 夏はこうしてこうしてみたいな、海賊は終わらせとかなきゃいけないぞみたいなのもあるし。海賊海賊やるの？海賊業は9月8いや8までだなみたいな。違う違う、そんなこと考えてないからみんな。スプラトゥーンで考えてるから。あ、そっか。どうしようかなって。いやでも9月9日だからまだまあ4ヶ月ぐらいね、丸々4ヶ月ぐらいの猶予があるんで。はいはい、それまでにね、それこそだから今いつも我々にアドバイスくださいって送ってくれてる人たちも、うん、X これまでに行かなきゃとかも決めれますけども。そうだね、9月9日までにこう自分の目標をね、いけるかどうかっていうところになってくるね、そうなると。そうだね。うん、で、試写会もまあ6月、だからそれこそ試写会が夏休み前とかかもね、うん、出したら。そうだね、6月、うん、になるかなと思います。はい、はい、というわけで分かったんですけども。はい、今回はそれだけじゃないと。それだけじゃない。はい。今回はなんと、任天堂公式チャンネルで、はい、縄張りバトル、一回丸々。うわ、ちょっと俺のこの照り返しの色見て。見て。俺の顔の照り返しの色。ちょい赤よ。ちょい赤でしょこのちょい赤の色って何かわかるみんな。え、赤い部屋って怖い動画とかじゃないの？違う違う違う。怖い動画とかで映るやつ。スイッチのスイッチのカチッってなる映像のとこの赤が俺に今、ね、最初のね、ロゴのとこね。跳ね返ってきてるんですよ、顔に。いや、用意してるわけだ。ちょっとみんなで見ながらね。そうだね。俺まだ見てないから。ああ、なるほどね。だからもう見ながら、もう、これ、こう、これ、ああ、こうだっつってね。話できますから。じゃあ早速見てみましょうか。スプラトゥーン3縄張りバトルプレイ映像。ゆっくり、この右下のこの、もうすでにそこで。もうなんか違うもんね、これがね。おかしなこと起きてるね。ちょっと、3D になってるね。おお！これは、もしかしてさ、これ名前さ、うん。バナー自分で選べる。これバナーが出るんだね。名前とバナーだね。いけるんじゃない自分で。いや、自分で書くはないでしょ。多分なんか決まってるやつからでしょ。いや、でもほら、一応さ、スプラトゥーン2さ、あるじゃん。うん、なんだっけ。なんか、メッセージみたいなさ。うん。書いてる時あんじゃん。うん、あんな感じでイラスト、いや、さすがに無理かな。いや、さすがに無理だと。いやいや、さすがにないでしょ。あやへスプラトゥーンおじさんとかできないでしょ。あやへスプラトゥーンおじさん。できないでしょ、さすがに。いや、まあまあ、さすがにそれは、もともとあるやつかな。ここの番号は何なんだろうね。いや、もうプレイヤー番号。プレイヤーのもう番号なのかな。フレンドコードみたいなのができるのかな。なんかそんなんかもしんないね。あり得るかもしんないね。うん、あれ右下。絡まりって書いてない？嘘書いてないでしょ。何？ゴンズイ地区よ。いや、右下のさ、その茶色の人、C4L4。おお、絡まりだ。あれ？行った？いやいや、制作。いやいや、行ってない行ってない。いや、行ってんな。いや、マジでない、マジで行ってない。でも、絡まり、絡まりってそう。ちゃんとそう、イカの料理の名前かな。なんか、そんなだったと思う。ちょっとでも、ありがたいね。なんかちょっと嬉しいね。嬉しい、嬉しい。ちょっと、あるのかな？あれ？左上、ステファニーだけど。何の関係もない。じゃあ見ていきましょう、見ていきましょう。すいません。最初これね。このね。これね。この射出装置みたいな。わ、すご！まあ、武器もそうだけど、ギア！ギアか。ギアもそうだし、髪型もそうだね。これね、ジョルノ・ジョバーナね。いやの1個ね、うん、あごめん塩花春のねいやいやじゃあその2本目の方じゃなくていいからあれ黒髪だからあれだろいやいいねもうバイキングのあれとかがあんななかったもんねいいねしてで、チャージャーローラー、ガロンプライムかなそうだね、うん、あいいじゃないですかチャージャーかっこよくなったねチャージャーかっこよくなったね結構2のチャージャー結構なんかカラッとしてるもんねなになにあこれね場所決めんだよね場所決めてねだリスポーンが固定じゃないんだよねはい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 あ曲かっこいいフォックスは普通に吸ってるね寿司の視点だねこれはイカ速速くないいやこんなもんじゃないこんなもんかやっぱこのスペシャルメーターが分かりやすいねそうメモリが振ってあるからね、うんうん、これはいいですね。で、これなんだスペシャル。あ、これあれか、メガホンレーザーみたいなやつか。ああ、命の輝きかと。命の輝きじゃないでしょ。で、シールドもついてるよ、ガロンには。ああ、だから、あれと一緒だね、今のところは。うん、52別注と。おお、やはり味覚の強さが出てそうですね。うん。あ、まあでも、2に近いんじゃないやっぱりこの、あれは。プライムのボム何 ?9 番じゃないのこれ。いや、それあ、これうん。あ、これなんだろうね。今、しかも投げてんだよ。あ、ほんとだ。何今のポイント、もうセンサー、あれなのかなもう。あ、センサーだ。矢みたいに。矢みたいにセンサーを刺すんだね。あー、なるほど。あ、その代わりめちゃくちゃ遠くまで打てるみたいな感じかな。おらあ、これがね、スパショみたいな。めっちゃいいじゃんスパショ来たね、やっぱ。やっぱスパショあると。いいね。うん。これジブ的なやつね。そう、バリア。これもスペシャルだよね、確かね、この。うん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 。これもスペシャル。ああ、そうだね。あ、もう完全無敵だね、この中は、多分。そうだね。うん。だからちっちゃくなってくんだね、多分時間で。そんな長く持たないんだ。うん、なるほど、なるほど。これ何チャージャーのスペシャル。スプレッサーみたいな形してるけど。これ何してんだよ。吸ってない相手の。吸ってんのか。相手のバシャってやってるやつ吸ってたね、うん、何今のそうやられた時のこので吸ったのを打ってたねああなるほどよくわかんないねねまだちょっとわかりづらい弓は あと弓ね打った後爆発してるねねそうだね着弾点で爆発してる感じかな着弾したところであ出たわあ来たこれむずそうだよな、うん、これセンス出るよなねあ、で、戻るんだね、場所は。だから、ジェットパックと一緒だ。ジェットパックと一緒だ。でもやっぱ、行けないとこ行けるね。あ、カニロボ。登れないところ。あ、来た、カニロボ。あ、長っ。長いし、なんか、爆風みたいなのもできるんだ。うん。まあでも、ダメも食らってたよね、今ね、カニロボの上でね。多分ね、カニロボの上でね、ダメ食らってたんだよね。あ、なるほど。カニロボ乗ってる。うん、食らってるよね。うん、食らってるよね。無敵じゃないんだ。うん、だから結構やられやすいかもね。敵いっぱいいるところで使っちゃったら。すごい地上ジェットパックみたいな感覚だね。でも長いな、射程めちゃくちゃ。長いね。うん。なるほど、なるほど。プライム。うん。そう、やっぱそれがセンサーだね。あ、これセンサーなんだね。うん。だからお手軽センサーじゃなくなったんだな。そうだね。あ、出た。うわ、出た、これ。5.1 ね。5.1 チャンネル。まあ、これぐらいでいいかもね。あ。3つ投げれるトルネード？トルネードっぽいね、これは。3つ投げれてたね、しかも。誰が使ったの？ 2、3。ああ、投げて使ってんだ。そうだね。バケツだ。あ、いや、すごいな。ナイス玉のナイスいらない版みたいな。うん。あと、弓矢も。あ、攻撃でちっちゃくなってるかも、バリア。あ、なるほどね。うん。撃たれたら少しずつちっちゃくなってる。少しずつちっちゃくなってるかもしれない、今見た感じ。はい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 。あ、着弾爆発するの面白いな。はいはいはい。おー、出た、これね。出た、ギー。イカ返しわかんない。イカだけ。名前あったよね、ちゃんと出てたよね。あります。あー、でもこの高台とかこういうとこ取れるの強いな、これ。ね。食ワンダーね、うん、まあでも戻っちゃうからそこの位置をずっと取るは無理か、うん、そうだねまあでもそれこそ後ろにいるやつとか高台にいるやつをとりあえずやる、うん、この掃除機みたいなのな吸ってるやつねそうそうそうあ、でもスペシャルのパワー強そうだね。これって見ると。どうだろうな。まあちょっと、いろいろアップデも入っていくだろうからね。まあね。うん。ちょっとなんとも言えないけど。これちょっと何回も見たら、なんかいろいろまだまだ出てきそうだな。ね。あ、ちょっと待って。こちゃっちくんが。こちゃっちくんね。汚れてるな。なぜな、ここは色になっちゃった。ああ、いいね。おかっこよくなったね、なんか。いいね、盛り上がる感じするね。はい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 。で、その、あれもつけるんだ。称号みたいなのも。称号ね。買い物好きのとか。そう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 。あ、これいいね。確かにこれあるもんね。あ、なるほど。これはね、ちょっと、皆さん何回も見直してほしいね。そうだね。隠れた何かこう、情報がいっぱいあるかもしれないね。うん、いや、すごい。いや、ブラスター見たかったな。ブラスターなかったね。何ついてるか見たかった。サブスペに。サブね。あれいいな、トルネード。3つ投げれるやつ。これはポイズンかな、弓。ポイズンミストっぽいけどね。ポイズン、なんかこれ使ってるとこないんだよな。そうだね。私、ポイズンと弓強いんかな。食ワンダーいいな。ね、これいいよね、これ。で、あれだ、食腕出すのと、バシャバシャってやると減るね、ゲージが。はいはいはい。そうだね。だから、ゲージの減り方みたいね。結構残るかも。そうだね。ああ、そうだね。食腕使うと。バシャバシャバシャで結構減って。ああ、インクの量なんだね。インクの量であれが減っちゃうんだね。スペシャルゲージが減っちゃうんだ。そうかそうか。あんまり倒して回ってできない。うん、できないね。カニロボも。インクか、いや、カニの方が時間かな。あ、時間っぽいな。うん。まあでもこの食アンダーもチャージャーに落とされるんだろうな。まあ、ピョン君とかは。うん。ここのさ、この手見てね。うん、ここ打たれんじゃないバーンって。無敵じゃないでしょ、多分これ。どうだろうこれ、でも逆にさ、無敵じゃなかったら弱すぎない。でも無敵だったらやばくない？まあそうか、絶対来ちゃうから。うん、絶対来ちゃうってなっちゃうから。でも3回ぐらいしかいけなかったら無敵ついてる。でも逆に無敵ついてるって弱すぎる気もするんだよな。まあ確かにアーマーみたいについてるかもね。ああ、うん、そうかも。一発無敵みたいな、うん、それこそ食らったらグッてまた減っちゃうみたいな、うん、なるほどね。いやこれはすごいですね。3分、たった3分の動画で、うん、こんなにいろいろとワクワクさせてくれるとは。そうワクワクさせていただいたんですけども、はい、なんと、スプラトゥーン2の方にも、あるんですよね、ちょっと。そうですね、スプラトゥーン2もちょっと嬉しい、話題がありまして、うん、まあ、もともと出てる DLC ですね、あれはダウンロードコンテンツ、うん、はい、オクトエキスパンション。うん、あちらが、なんと、この Nintendo Switch Online 追加パックに加入してる人は遊べるようになると。うん、なるほど。あ、嬉しいね、これは持ってなかった人はね。あれ、2500円ぐらいだね。3000円ぐらい。結構する。3000円ないぐらいしたと思うよ。でね、まあ動物の森とマリオカートはその DLC となってるものが追加されたんですけど、うん、いやもうそろそろその単純ななんつうの値段だけでも絶対入った方がいいみたいな金額になりそうだよね。うん、確かに。うん、でやっぱりタコちゃん使いたいのに使えない、うんね、タコちゃんのためだけに買うのはちょっとって人もね。まあね。はい、これ入ればいけますから。うん、いやこれはだからちょっとで今ここで出したってことはだからスプラ3に向けてお前ら2やれよっていう、まあそういうことだよね。任天堂からのお知らせですよ、これは。そういやーちょっと目移りしちゃうなこれ見ると。これはね楽しみだね、本当に楽しみ。弓とか使いたいもんな。スパイガジェットなかったな。ないんじゃない？ないってことねえだろ。マップのなんか隅っことかに触ってんじゃないかって。全部の色の3本。ボロボロになった。穴開いてる。使わないでしっつって、プキチが言って。いや、まあでも、消えた、だって武器ってないよね。その、うん、サブスペはあるけど。そう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 。武器消えるはないから、うん、そのなんか、派生はなくなるけど、コロコロとかさ。そうそうそう。いや、さすがにあるとは信じたいけど。うん、パッケージ見た ?3 の。今最後に映ってたじゃないの、そのこの画面のここに映ってたかこれでしょ。あ、そうそう、これこれがゲームのパッケージにもなってたよね。はい、なりそうですけど、弓なんだよ。弓なんだよ。やっぱ弓がね、うん、メイン。そうそうそう。まあ、一応2もあれだ、マニューバー。そう、マニューバーだった。だから、うん、途中で多分天下取るけど、うん、最後は見なくなる武器になってる。取りすぎてなんか微妙にされて使わなくなるやつ。使わなくなるっていう。悲しいよ。最後まで。次はお前だ。この武器を使うやつは気をつけろ。まあでもあとね、ロングブラスターが後ろに見えてますね。うん、いやー、まあどうなる。ダイナモかっこいいな、なんか。そうだね、ちょっとメカっぽくなってるね、なんかね。なんかそのコンセプトも大自然と大都会みたいな、うんうん、結構ね、ちょっとこうマッシブな、本当にちょっと武器を連想するようなものが増えたりしますけども、うん、いや9月9日ですね。9月9日です。金曜日。金曜日だ。はい、ちょうど金曜日です。うん、今撮影してるのも金曜日です。はい。はい、ちょうどあと何週間後ですね、本当に。うん、いや、何週間後ってことはないよ。12週間後ぐらいでしょ。いや、もっとあるでしょ。もっとか、16週間ぐらいか。うん、週で言うやつじゃないのよ、この長さは。全然先だった。うん、9月ね。いや、これはちょっとね、いろいろと、うん、スケジュール立てて遊んでいきたいね。うん、そうですね。うん。いや、私も、ちょっと今、やっぱスプラトゥーン2、うん、まあ、なんか良きライバルもできたんで、あ、そうだね。X 上げていかない、うん、もっと上げていかないとってことで。うん、いや、でも弓やりてえな。そうでしょ、俺は弓使う、弓とスパイガジェットよ、多分。え、嘘、スタートスパイガジェットで行くの？スタートスパイガジェットマジあると思ってる。嘘だろ、おい。だから、ちょっと俺は目標というか、やりたいのは、3出るまでに、2でスパイガジェットどこまでパワー上げれるかっていうのは、ちょっとやろうかなと思ってたんだよね。いいじゃないですか。うん。いや、僕もね、寿司ベッチュでやってますけど、やっぱ、ブラスターは絶対使いたいから、3でも。うん、ブラスターのもやりつつで。うん、なるほどね。いやー、これは。楽しみなものが入りましたね。まあぜひちょっと皆さんもこの動画は2、3回ループしていただいて、はい。で、まあちょっと今のうちでもこうなんかこのスペシャルいいなとかっていうのを目星つけて、はい。そして我々もやってますけども、スプラ2をオクトエキスパンション含めて遊び尽くしましょうね、9月までに。そうだね、もう3出たら絶対2やらなくなっちゃうから。そうだね。はい。なので皆さんもスプラ3の発売を楽しみにしながら遊んでいきましょう。はい。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。